別番号を電話番号の前につけなくても利用者が使いたい電気通信事業者を優先的に使用するサービスであるアメリカではかつて国内電話事業を独占的に行い世界最大規模へ肥大化していたベル電話会社の後継である AT&T が独占市場による解体で地域ベル電話会社と長距離電話の AT&T へ分割される際に MCI ワールドコムなど、新興の長距離通信事業者と分割後の AT&T の間で、電話番号の前の識別番号を付加する必要の、有無で不公平を与えさせないため1984年に、事業者事前登録制度が導入された。1980年代に新電電が、市外通話に参入し、電話料金の値下げ競争が起こった。 0 0 XX などの新電電事業者、識別番号の前置きを不要とする LCR が普及し、旧 n t t は50%近くまでシェアが低下した。1999年7月の NTT 東西、NTT コミュニケーションズへの固定通信事業、分社化後、0033などの NTT グループ識別番号を付け加えなくても、 従来通り NTT モーに接続されることで消費者の通信事業者選択の上での弊害とされた。このため、1984年にアメリカを皮切りに諸外国で開始された優先接続制度を参考に NTT 優先接続を是正させ、 固定通信事業者間での競争を促す目的で1998年3月に郵政省で優先接続に関する研究会が設置され10月に制度導入が望ましい答申を発表優先接続導入準備委員会が設置された NTT と電気通信事業協会における協議を経て2000年3月に 固定電話回線を提供する東西 NTT が運営主体となることや2001年5月に通信事業者選択サービスを開始させることが最終的に策定された。2000年4月に NTT 東日本を幹事として電気通信事業協会が運営する優先接続関係事業者連絡会が発足し電気店や東西 NTT の DM リーフレット配布などで徐々にマイラインに関する周知がなされるようになる。なお、1998年の国際電話の事業者自由化や1999年の NTT 分社化に加わった形で進められた郵政省の規制緩和政策により黒船と言われるような海外の通信事業者の新規参入も予想されたが、 ドイツテレコムのみに止まっている。通信事業者のユーザー囲い込み用の営業ツールとして利用されている面が大きい。かつて利用に登録が必要であった NTT グループ以外の他社に以前登録のために提出されたデータを元にしたマイラインプラスが勝手に登録されていたケースやマイラインプラスで4区分すべて民間の 通信事業者を登録した後、海外に転勤となり NTT の固定電話を利用を休止し、帰国後 NTT の固定電話を利用再開したら、マイラインプラスが4区分すべて NTT グループに勝手に変更されていたケースもあり、苦情が絶えない。当初の受付を開始した2001年1月10日から9月30日までは、マイラインやマイラインプラスともに登録や 事業者の変更手続きは無料であったが、10月1日より800円の登録変更手数料がかかるように制度化された。手数料はサービス提供者である NTT 東日本、または NTT 西日本からの請求となる。4区分のうち1区分のみを登録済みの通信事業者を変更したり、マイラインをマイラインプラスに変えたり、マイラインプラスを マイラインに変えたり、するだけでも、一律800円の登録変更手数料がかかる。マイラインの登録総数は、2003年度の1億7303万件から、2016年度の6698万件と、約61%減となった。また、4区分同一、または、国際未登録で、国内3区分同一の事業者利用者は88%。 程度、それに、自動登録以外単一事業者を指定している、加入者を達し合わせると96%程度となる。これは、中継電話を利用した発信に対応していない、マイラインが無関係な、自家集、電話、例 ABJ 番号の IP 電話、NTT 東西とその定型事業者のフレッツコーの、光電話に、営業の中心が移ったためである。 これらのサービスほとんどすべてが NTT 東日本や NTT 西日本と相互接続している。なお、光電話利用時の国際電話については NTT グループの NTT コミュニケーションズではなくドイツテレコム GBS ジャパン経由で提供される。NTT 東日本や NTT 西日本の固定電話から自家集電話にかけた場合は NTT 東日本や NTT 西日本の通話料金割引サービスは一切適用されないので注意が必要である。また、05例番号の IP 電話への接続については現状ではマイラインも中継電話による選択中継性も存在しないため関係はない。2017年6月7日開催の総務省の有識者会議で事業者間で意見が割れていた。 マイラインの扱いが議論され、IP もを移行後にマイラインを廃止し、全国一律料金の通話区分のない通話サービス卸しに変更することに合意した。これは、距離課金がなく、アクセスチャージが IC 接続相当に統一され、IP 固定電話相互間の中継電話が事業として成り立たないためで、廃止後は通話区分ごとの登録がなくなり、 単純に中継電話事業者だけを選ぶ方式に移行するとみられる。まず、現在マイラインに参加している各事業者が契約者へ自社のサービスへの乗り換えを働きかけ、自社が提供する他のサービスへの巻き取りを行う。その後、乗り換えに関する意思表示をしていない契約者に向けて NTT 東日本、または、 NTT 西日本が書面を2回送付し、以下の内容を通知する。2回のうちどちらかのタイミングで契約者が、意思表示を行った場合は、その事業者との契約に移行する。意思表示を行わなかった場合、現行契約約款の変更を行い、みなし契約で移行する。4区分同一、または、国際未登録で、国内3区分同一のマイライン事業者登録の、 場合、メタル IP 電話における通話サービス、卸し事業者による通話サービスの提供を受ける場合は、そのサービス、その他は、東西、NTT のサービスに切り替える。卸し料金については、光電話卸しを参考に、基本料金を東西 NTT が徴収することを考慮して、決定する。メタル IP 電話への契約以降での、マイライン関係の5年間の追加費用は、 次のように試算された。電話をかける際、明示的に通信事業者を指定しなかった場合に、使用される通信事業者をあらかじめ登録するもの。2001年5月1日開始。マイライン登録後は国内について、通常のダイヤル操作を行うと登録した通信事業者の回線を使用し、国際電話は010対国番号を相手先、 国内番号の操作を行うことで、登録通信事業者の回線を経由する。登録以外の通信事業者にでも、電話番号の頭に、他の事業者コードを付ければ簡単に切り替えることのできる、マイラインと、通信事業者を特定の一社に固定してしまう、マイラインプラスの2種類がある。マイラインプラスでも、頭に解除特番、122と事業者コードを付ければ、 登録以外の通信事業者を利用しての通話が可能である。サービス開始当時に明示的に申し込みがなかった回線については、市内と県内市外への通話は地域により、NTT 東日本、または NTT 西日本、県外への通話は、NTT コミュニケーションズが自動的にマイラインで登録される。マイラインプラスでの登録を希望する場合は、 申し込みが必要である。国際電話には、国内電話のように、NTT グループへの暗黙的な接続制度はなく、事業者識別番号のダイヤル、または、マイラインの登録、あるいは、マイラインプラスの登録のいずれかが必要となる。通信事業者を指定して通話するには、事業者識別番号 -010、大国番号を相手先、国内番号のダイヤル操作となる。 通話区分は、市内、同一都道府県内の市外、他都道府県、国際の4区分である。なお、ここで有志及び都道府県の区分はそれぞれ NTT 東日本、または NTT 西日本が、料金区域及び事業地域として設定している、市町村及び都道府県の区分であり、それぞれ行政上の市町村及び、 都道府県とは一部異なる地域がある。例としては次のようなものがある。個人向け音声通話モードの場合のみ考慮。法人向けやデータ通信モードについては料金が異なるなど各事業者に確認のこと。ありがとうございます。